どうして俺はここに。ケン、実は聖帝に捕まってたケンを助け出したのはシュウさんの息子シバなんだ。そうか。かわいそうにシバの体は骨のかけらも見つからなかったらしい。無理もない、ダイナマイトで吹き飛んだのだからな。何？ケン、シバはケンを守るため聖帝の追手を道連れに。シバ、俺はシバだけではなく、その息子にまでこの命を助けられたというのか。シバ、気がつきましたか。すまん、俺には言葉が見つからん。シバを褒めてやってください。あなたは何も気にする必要はない。シバにも人生の血が流れていた。私はシバを誇りに思っているのです。シバ、シュウ様、聖帝の大部隊がこちらへ攻めてきます。何？ついにこのアジトを嗅ぎつけたか。ゲン、ゲン、大変よ。待ちなさい、この体で戦うのは無理だ。それにケンには睡眠薬を飲ませてある。え、シュウさん。リン、バット、二人に頼みがある。ここは？ここをまっすぐに下っていけば逃げ切れるはずだ。シュウさん。いいか、剣が目覚めたら伝えてくれ。この剣には私やシバ、そして不幸な時代に生きる子供たちの悲願がかかっていると。たとえこの身はシスとも、我ら親子は何との星となってお前を見ている。さらばだ。我ら人質はここに並べ。グズグズするな。サウザー、ついに出てきたようだな、ドブネズミの親玉が。たとえ貴様を倒せなくとも、アシュラとなって戦おう。この命尽きるまで。ふん、よかろう。なんと白露剣の最後、見届けてやろう。サウザー、覚悟。さあ、ついてくるがいい。俺は抵抗せん。だが貴様にこの人質の命を見捨てることができるかな。シュウ様、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 シュウ様。この俺を倒すことがお前の悲願。ケンシロウですら叶わなかった、この俺を倒せるチャンスだぞ。うわ、ああ人生とは悲しい星だな。これまでだ、シュウ。貴様の足の筋を切った。二度と白露剣は使えまい。まだ隠れている連中がいるはずだ。探し出して皆殺しにしろ。ま、待て。それでは約束が違う。貴様が助けたのはここにいる人質のみ。全員を助けると言った覚えはない。そしてシュウ、貴様にはふさわしい死に方を用意してやる。連れて行け。ケンシロウ、聞け我が魂の叫びを。ケンシロウ。
とるよ。何か今聞こえたような。探り起こしたんだ。剣を誰も止めることはできない。胸の傷も流れる血でさえも。おい、いたぞ、ケンシロウだ。生きてやがったのか。この野郎、てめえもここまでだ。邪魔をするな。終わった。
ケンシロウが再びサウザーに戦いを挑んだようだ。ケンシロウももはやこれまでかもしれぬ。ならば我々も聖帝十字領に向かわねば。なぜだ。私はサウザーの謎を知っている。何。我らのすべきことはケンシロウのため道を開いておくこと。傷の回復を図る稽古台にもならぬな。貴様らを通すわけにはいかん。全員で一斉にかかるんだ。人生の涙が北斗を呼ぶ。待っておったぞ。主、今行くぞ。そうはいかん。貴様が手を出せば人質の命はないぞ。ならば貴様の息の根を止めるまで。ケンシロウ、来るな。私はこの聖碑を積まねばならぬ。この聖碑は人質の命、そしてなんと六聖剣の乱れを防ぐことのできなかった私の痛み。どこまでも愚かな奴よ。六聖の乱に責任を感じておるとは。頂上に着いたか。矢を放て。シュー。